はい、皆さんこんにちは、徳です。本日も私一人での動画撮影となっております。お許しください。まずはですね、今回大谷翔平コラボ第2弾ガチャ、昨日のねハッピーマンデーガチャ、無料10連の方を引いた動画で見てくださった方は分かると思うんですけど、まあこれは無課金の人でも引いた方がいいと自分解説かな、ちょっと軽く入れたんですけど、改めてまあ1日経っていろいろ考えたんですけど、やっぱ引いた方がいいですね、これ引いた方がいいです。っていうことで僕は引きます。っていうのもやっぱり10連目でこの確定の通常バージョンで、20連目で確定の、挑戦者大谷翔平、今回実装された挑戦者大谷翔平なんですけども、10連目で獲得できるこの大谷翔平でもやっぱりルシファーと大谷翔平を持ってない人、もっと言ったら、シラスで最強の例えば筋力キャラのアレフトとかそこら辺を持ってない人たちなんかは、まあ、もう過去の大谷翔平でもいいですし、まあ、なお挑戦者でもいいっていうところから、まあ、無限指導って意味ですけどね、10連目でもいい、20連目でもいいし、もうとにかくここはルシファー大谷翔平持ってない人は引いてもいいんじゃないかなと僕は思っております。まあ投手での大谷翔平っていう方はまだちょっと計算できてないというか、まあ、テーブル見た感じでもちょっと、まあ、球速キャラ、特技練習が球速っていう時点でちょっとっていうのがね、まああったり、まあ筋特の査定効率とかで考えた時にもちょっとって思ってしまっているので、まあちょっと使いづらいのかなとは思ってますけど、まあ、野手ではやっぱりここの、2体というか、まあ同じキャラですね、大谷翔平過去バージョン、今回新しく実装された挑戦者バージョンともに知らせて最強なんで、まあルシファーを持ってない、大谷翔平を持ってない僕にとっては、まあ引いといていいのかなと思い、ちょっと今回はこれは重大な決断でした。ただ引くことにしました。引いていきます。とりあえず10連目でマジに出てくれ、両方出てくれ、いきます。頼む頼む、マジで2枚抜き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 頼む。あー、くっそー、くっそ、どうしよう。やってしもうたー。わー、この PRR、 おー、これは地味に嬉しいキャラが、結構いいキャラが来てくれました。どうしよう。いや、まあ正直僕は10連で、ここを獲得できただけで十分っていうのもあるんですけど、20連目行くことでやっぱりイベントの特攻キャラなので、どうしよっかな、これすげえ迷う。こっちに行っちゃったのかな。いやー、すげえ迷う。いや、ただひとまず動画を見てくださってる皆様、俺一旦ここでステイさせてください。やっぱ石、今後のね、年明けの王座決定戦 もうやっぱり頭に入れておかなきゃいけないですし、まあもう本当今週末じゃないですね、もう木曜日から始まる迎春大会、そちらのイベントも待ってますし、まあそれ以外にもちょっともう新キャラが続々ここから出るんじゃないかっていうのは、まあまた今この後僕いろいろ調べていて、まあ次の動画で出そうと思ってるんですけど、それを考えたらちょっと別バージョンの方がね、いろいろちょっと使いやすいなとかいろいろ思ってはいるんですよ。僕はちょっと別バージョンの方が、まあ昨日のカズさんの動画でも言ってたかな、まあ他の今もう皆さん十分に調べていて出てる情報だと思うんですけど、やっぱり精神ボナのとこと得意練習とかは、まあ、やっぱり円卓でもどっちかというと新バージョン向き
なのかなとか、まあどこで使うにしてもヤシサクセスではちょっとテーブル的にも新バージョンの方が強いなと、あの精神的支柱もね、ついにあの確定枠というか確定で、まさかね挑戦者大谷翔平が持ってるとは思ってませんでしたし、いやーこれはマジで迷う、どうしよう、自分でも分かんないです、どうしたらいいんだろう。でもやっぱりイベントを走りたい、そのコニー仕様を使いたいって考えたら、10連で大谷翔平1体確保できただけで十分かなと思っております。ちょっと R が1体 PR、 うわー、ちょっと解放の方ができるかできないかだけちょっとお付き合いください。いやーやっぱガチャってこういうもんすよね。R は確か持ってなかったんですよね。僕確認したんですけど、いないですね。移動します。いやーくそマジ悔しい。いやー R 大丈夫でプラス5作ろうかな。ここ3体全部 PR 大丈夫使っちゃえばワンチャン5の道もある。いやもうちょっといろいろ今もう石を大事にってこと考えたら、ちょっともう本当に追いガチャはできないですし、いや解放もできないかな。いやーなん、まあこうなるよな。なるほど、ちょっと解放も一旦ステイさせてください。本当に皆さんごめんなさい。で、ここまで動画見てくださって皆さんにちょっとお伝えってほどなんかその重大な話じゃないんですけど、今回本当に今僕が迷っている理由としては、やっぱり、迎春大会が来るっていうのと、その先に年明け王座決定戦が来るっていうところで、まあもう王座決定戦ではメガネ登場が報酬で、迎春大会ではランスロットが報酬で、まあ52体新キャラで、かつ、今週中におそらくサンタホムラ、まあもしくは別バージョンの何か、サンタの別バージョンの何か、そしてまあ今週もしくは来週、まあ今年中におそらく佐伯も出ると。でまあまた振り袖の、今までで言うと振り袖みやびがいましたけど、まあそこまた別キャラ別バージョン何か出るんじゃないかっていうので、ちょっともう一気に5体超有能的な立ち位置でイベキャラこれからね実装配信されるんじゃないかなっていうタイミングなので、まあちょっと本当に今自分は我慢の時かなっていうふうにちょっとここは思ってしまっています。皆さんはどう思いますか？やっぱり年末年始の220連ガチャ、ステップアップガチャの方ではおそらく50連目で、まあ、去年通りですと、去年通りであれば、SR センターガチャ券がいただけると。まあ去年の流れでいくと、やっぱりその彼女キャラは選べないとか限定キャラは選べないんじゃないかとかいろいろあったと思うんですけど、あ、限定キャラは選べたりしましたね。なんですけど、まあやっぱりそこは絶対に引きたいで、どっちを走るかっていう感じになってるのかな、僕は今。まあ、220個そこでまず
年末年始のガチャで1個使う、1個とか220個使う、そこから、今回出てくるホムラだったり、ホムラまあまあ確定しないですね、すいません、サンタのサンタバージョンホニャララ、振り袖バージョンホニャララ、あとは佐伯くん、まあそこら辺にちょっと同意しよう使うか、まあもしくはメガネ登場の、王座決定戦芸春のランスロットどれに使うかをちょっともう一回しっかりね考えて、ちょっとここからやっていこうかなと思っております。まあここに関しては期間も長いんでね、あの今すぐ急いでやる必要はないです。ただルシファー大谷を持ってないって人は、シラスでねサクセスやる上で、まあ、無限指導金得確定10連目の大谷でもう全然十分だと思いますので引いてもいいかなと思います。でまあここのガチャあとでも入れ替わりになるのかな、あでも12月26であれば多分この全てのガチャが来てる間に、まあ今週の木曜日におそらくホムラ出るんじゃないかなと思っておりますので、まあサンタバージョンの何かが出るんじゃないかなと思いますので、石はちょっと本当に毎度毎度ちょっと最近言ってねすごいかもしれないですけど、あの計画的にあのご利用なさってください。自分も241個あって50連と今のガチャ引くまではもう本当500近い数字残してたんですけど、でも全然足りなかったですね。まあでも俺もすげえ前から貯めてきて頑張って貯めてこれだったんで、ちょっといやコナミさんキャラ出しすぎです。はいはい、まあただ楽しんでやっていきたいと思います。あの本当に石のね使うタイミングは皆さんもちゃんと考えながら、カズさんみたいにこうガン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 みたいなねプレイされてる方がね大半ではないと思いますので、まあ少しでも参考になればなと思っております。それでは引き続きお願いです。あこの後にまた自分がちょっといろいろそのサンタバージョンの何かとかについては予想動画の方もちょっと出していきたいと思いますので、まあ、そちらの方もぜひお時間があれば見てください。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。